水上高原スキーリゾートは、群馬県利根郡水上町に位置するスキー場、水上高原ホテル200が併設されている。現在の運営会社は併設のホテルゴルフコースと、共に水上高原リゾート株式会社。東スキー場の運営は2007年3月26日まで、国土の経営を引き継いだ水上高原スキー場、水上高原プリンスホテルであったが、 同年3月27日より、水上高原リゾート株式会社が運営し、2008年12月20日に、スキー場は、水上高原スキーリゾートに改称ホテルは、水上高原ホテル200として、リファインをオープンした。開設当初は、シャドは緩く初心者向けのスキー場であったが、徐々に、コースが広げられ、中級者コース、上級者コースも用意されるようになった。以前は、 水上高原、藤原スキー場とも連結され、共通券も発売されていたが、現在は閉鎖されている。水上エリアのスキー場のうち最も奥に位置し、関東地方では唯一日本海側気候に分類されるため、豪雪地域ではあるが、パウダースノーを楽しめるスキー場である。また、日本経済新聞社が選ぶ、雪の新体験が満喫できるリゾートランキングでは、全国三位。 本州1位に選出された。ゲレンで営業期間は12月下旬から4月上旬まで。斜面構成は、初級40%、中級30%、上級30%。日本プロスキー教師協会公認のスキースクール、水上高原プロスキースクールキッズアカデミーがある。施設、キッズクラブ、スキップ開業、スノーコーチ導入。 アラウンド20企画開始スレッドライドコース新設デビュープラン企画開始ありがとうございます